はい、格闘オタクニュースゾウの雑博です。今回はタケルがスーパーレッグに絶対勝てない致命的弱点と唯一勝てるヤーマン戦法とはについてです。今週末ワンにおいてなんとキックボクシングのタイトル戦が行われます。もともとはロッタンと戦う予定でしたが、ロッタンが怪我をしてしまいスーパーレッグとのタイトル戦となったのです。僕としてはもう 300% タケル選手に勝ってほしいものの、世間の評判等ではスーパーレッグ有利と言われています。確かに普通に考えればもう相性的に圧倒的にスーパーレッグ有利なのです。致命的な弱点がタケル選手にそれはあるからです。ただ唯一勝てるヤーマン戦法などについて話していきます。まずスーパーレッグ選手は、ムエタイの選手で、その中でも典型的なムエタイの選手というわけではありません。いわゆる典型的なムエタイ選手というのはアップライト、少し後ろめに重心をかけて前足上げてトントントンと前足をリズムから上げながら、ミドルの蹴り合いでスネでミドルをカットします。これがムエタイの標準的なタイプ、ローカルタイプと言ってもいかにしません。というのもミドルの蹴り合いで手で受けてしまうとそれが減点となるのです。なぜならミドルで手がダメージを受けだんだん上がらなくなってくるからです。ですのでスネで受けるっていうのがムエタイのセオリーなのです。ただ日本のキックボクシングというのは、キックボクシングというよりもボクシングキックになっており、今スネで受ける人がかなり少なくなってきて、ほとんどが手で受けるようになってきます。というのもパンチ重視ですので、重心を少し落として 足幅を広くするのでスネを上げる暇がないのです。で、タケル選手ももちろんフックが重要な選手ですので、足幅をしっかり広げて重心を少し落とし、ミドルなども腕で受けるタイプです。で、スーパーレック選手も実は同じようなタイプで、ムエタイみたいなアップライトではなく足幅を広げしっかりと重心を落としながら戦う選手です。そしてミドル、ワンツー、膝蹴りなどを打っていくタイプです。タケル選手と違って手足が長いタイプですので、ミドルレンジ、長いところからミドル打ちで、ワンツー打ちで、短い距離で膝打つと言っていいでしょう。で、タケル選手についてなんですけども、タケル選手は打たれ強くて剛腕フックを持っている選手と思われがちですが、実はそうではありません。かなりインテリジェンスの高い戦いする選手で、まず最初に前足のインロー、そして前足の前蹴り、そして奥足の膝などで下に集中して打撃を打っていきます。そこで下半身にダメージを与え、反応速度を遅くするのです。で、このセットアップが終わってからようやく打ち合いに持っていき、で、少し下半身に意識がいっている選手と打ち合うときに、タケル選手は自分をもらいながら打つんですが、一歩早く届く、それで KO を量産する選手です。いわゆる下半身にダメージを与えてからの剛腕フックをボディと顔に打ち分ける同士打ちで KO する選手なのです。ですのでこれには実は致命的な弱点があります。サウスポーに弱いのです。これはタケル選手と村越選手やったことがあったのですが、ぶっちゃけ 1,2 ラウンド村越選手が有利でした。で、3ラウンド巻き返したにもかかわらず、なぜか疑惑の判定でタケル選手が勝ったのですが、村越選手はサウスポーでタケル選手のインローと前足の前蹴り、これがサウスポーの場合ほとんど効かないのです。いわゆるインローがアウトローになり、前蹴りも角度が違うので大して効きません。無視していい攻撃と言っていいでしょう。そうなってくると下になかなか意識ダメージを与えられないのがタケル選手です。しかもタケル選手としてはどんどんパンチの圧力に負けて、下がれば下がるほど自分が圧力を強めてパンチで進められるのですが、村越選手は下がるのではなく、しっかりと内に入る、前に出てパンチをかわし、そして自分は有効打を打っていく、このような形で2ラウンド制していました。で、3ラウンド圧力に負けてしまい怒られてしまったんですが、判定では村越選手が勝ってたんじゃないかと言われるぐらいの戦いの内容でした。で、那須川天心戦も同じくサウスポーだったのですが、今度は天心選手の戦略としては相手陣営のセコンドがジャブは無視しろと言ってたのです。タケル選手もジャブを無視して受けながら、ジャブを額で受けながら距離を詰めて圧力をかける戦法だったのですが、那須川選手はそれ聞いてたので、ジャブを普通の牽制のジャブやある程度当てるジャブじゃなくて、もうストレートのように思いっきり打ってたらしいです。いわゆるジャブの軽さではなく、もうストレートとして打ちで削っていったのです。このようにしてサウスポーが苦手なのがタケル選手です。ただスーパーレッグはオーソドックスの選手です。ですがスーパーレック選手の戦いを見ると素晴らしい速い蹴りが打てます。プラス防御力がすごいのです。インローやアウトロー打たれてもしっかりと距離を取ったりカットしたりしてもらえません。ですのでタケル選手のインローや前蹴りなどはなかなか決まらないのです。しかも K1 ルールですと、
前蹴りっていうのは結構有効です。前蹴り打ったとしても相手が持てないので、持ったら反則なので、打ち放題なのです。ただ、今回、ワンキャッチ、ワンアタック OK ですので、スーパーレック選手もムエタラ選手なので、タケル選手の前蹴りを簡単に掴んでしまい、で簡単に掴んだ足を放り投げ、バランスを崩したところで、ミドルやパンチを打ちます。これは、夏川天心選手も得意なのですが、前足を取って、バランスを崩させてからの、顔面パンチが打てるのです。ですので、タケル選手としては、インローは距離やカットされるわ。で、前蹴りはキャッチされるわ。で、もちろん膝に関しては、ムエタの膝の方が絶対的にスキル上ですので、通用しません。こういう一番最初のセッティング、インロー、前足、奥足の膝、これが使えないのがタケル選手なのです。ですので、絶対的不利と言っていいでしょう。でスーパーレック選手の戦い方にもよりますが、おそらく、ジャブとミドルとローで攻めていき、で、ミドルで、タケル選手の手をダメージを、まあ、与え3ラウンド4ラウンド蓄積されてダメージが当たるとどうしても力入らず落ちてきますガードが。でそこにハイキックやパンチを当てる、この作戦ではないでしょうか。であとは原口健人 VS ペットパノルブン戦の第一戦のように蹴り合いではもちろんムエタイの選手は勝ち、でパンチの距離になった時にペットパノルブン選手は付き合わずにすぐに膝蹴りを打ちながら組みに行ってました。もう蹴りの距離と膝の距離でしか戦わない、まあ塩試合にはなるんですけど、その戦法でスーパーレック選手が同じ戦法を取るのであれば、僕はスーパーレック選手がもうめちゃめちゃ有利だと思っています。自分の得意な蹴り技ではもちろん勝てます。で相手が得意なパンチになった時にもう勝負をせずにすぐに組みついていく。で、タケル選手は K1 出身なので、組み継ぎがない競技をやっていたので、もうスーパーレック選手が断然有利なのです。ただ、僕としてはもうタケル選手は勝ってほしい。で、勝つと信じています。これはもう玉砕覚悟で行くしかないのですが、ヤーマン戦法というのがあります。ヤーマン選手は、肉を切らせて骨を断つ戦法で、どん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 相手の打球をもらってもいいから圧力かけてぶん殴っていくタイプです。まあ、白鳥体重戦は負けたのですが、もうボコボコにされて完敗すると思ったところ、最後のラウンドなど、もう圧力で押された白鳥選手は少し劣勢になっていました。というのも圧力かけられる強引に行くと、どうしても打つ側も重心が後ろになり、威力がなくなってきたり、そしてもらう側もジャストミートするよりは前でもらった方が少しダメージが半減されるのです。ですので、もう竹野選手はおそらくですが、もう3ラウンドぐらいから玉砕戦法で前に出ながら、一番のポイントはミドルキック。相手のミドルキックをどうしても竹野選手はボクシングキックですので、素手では受けません。手で受けます。ただこれを4ラウンドまで受け続けると上がらなくなって勝てなくなるので、最初からミドルを本当はスネで受けるかサイドステップして受ける方がいいのですが、それをせずにヒットポイント前にずらして受ける。で、ダメージを減らしていく。この戦法で逆にスーパーレック選手がどんどん蹴りを打っていってくれれば、蹴りというのはパンチと違ってめちゃめちゃ体力を使いますので、5ラウンド全力で蹴り続けることはできません。そしてどんどん圧力をタケル選手がかけながら蹴りをもらいながら行くと、削れてくるのはスーパーレック選手になる可能性が高くなってくるのです。そうなってくるとスローストアーターであるタケル選手は最初はやられてますが、どん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 4ラウンド5ラウンドに行きつつエンジンが乗ってきます。スーパーレック選手は最初はいいのですが圧力かけられる、しかも蹴りつかれてくれて、どん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 尻つぼみになってきます。この差で最後の最後にラウンドはおそらく取られるでしょうが、4ラウンド終わり5ラウンドになった時にタケル選手がいつも通りの玉砕戦法で打たれながら打つ、同時打ちした時に打つで、僕は KO 勝ちできるのではないかと思っています。というのもタケル選手は前戦のフランスでの5ラウンド戦では今まで出したことのなかったハイキックで KO 勝ちしました。3ラウンドまでですとある程度出るコンビネーションというのは決まってくるのですが、4ラウンド5ラウンドになるとそのコンビネーションプラスアルファのものが自然と出てくるそうです。ですのでタケル選手のような練習の鬼であれば4ラウンド5ラウンド、まあハイキックなのかバックハンドブローなのかわかりませんが、今まで出してなかった一撃必殺の KO のパンチなのかキックなのかわかりませんが、当たりスーパーレック選手がダウンし、そしてタケル選手が勝つのではないでしょうか。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日、ぜひとも皆さん、ワンのペーパービュー買ってください。で、ライブなんですけども、10時からやってますが、タケル戦がありますので、11時からやると思います。で、タケル戦が終わってなければ、ちょっと11時過ぎるかもしれませんので、ご了承ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。